来週の音侍。うおー、いや来週の壁です。レトランチです。夏水戸です。えい、いや盛りだくさんでした今日は。うん、すごかった。いや日本取れたね。取れた、取れました、うん、よかったです。部活終わってから来てよかったです。9時から集まって取ってるから。うん、とかありがとう。たまたま早く終わったんで、よかったです。夏美の最近はどうよ。久しぶりやんだって。そうですね、最近は3ヶ月ぐらい経つ、うん、前回撮影してから。それぐらいですかね。うん、何もしてないですね、部活以外。あ、そう。でも部活は続いてる。部活動でどん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 。ちょっとすいません、コアラのマーチ食べます。ありがとう。撮影で疲れて偉くなってんの。その幹部とかではないんですけど、うん、でも欠かせない存在になってます。うん、いいやん。あ、けど馴染んでますよね。うん、おい、悩みがあります。悩みがある。そのせいで。何？飲み会が楽しすぎる。めっちゃええやん。何があかんのんだ。え、だからよかったやん。飲み会行きたいんですよ、いっぱい。うん、誘われたら行きたいんです、楽しいから。おう、でもほんまどんどんなんか今日の動画も喋りまた上手なってた気がする。うん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 、やし、なんかその構成も良かったよな。うん、うん、ありがとうございます。だから誘われたら行っちゃうんで。うん、うん、そう、そのせいで メモをする時間がゼロに近い。なんか青春やん。飲み会楽しすぎてメモできへんくて悩んでる。まだメモできへんのが悩みな。それはもう当たり前やろお前。誰やと思ってんの。夏美さんやぞ。ずっとそうか。うん、そのずっとね、うん、その第二の知恵の実っていう概念があるんですけど。第二の知恵の実、どういう意味。例えば夏美やな、あのある哲学者のね、中島義満っていう人がね、うんうん、我々は知恵の実を食べてまずに、なんだろう、人間になると。人間というか、アダムとイブが知恵の実を食べちゃったから人間になったんやんな、はい、うんうん、で哲学的なことを考えてしまう人は哲学の実を食べてしまってると、うん、でなんかゴムゴムの実みたいな。哲学の実が第二の知恵の実で、うん、そういうことを考えなくても人生やっていくべきなのに、うん、そういうことにとらわれて、なるほどね、ままならなくなると。ただでさえ知恵の実食ってんのに、もう一段階奥の知恵の実食っちゃったと、はい、うん、で僕は浪人時代にメモの実を食べたんですね。うん、そんな実食べてないよ。メモしないと気が済まない性格に。まあそうやな。でメモの実を食べた、いわばそうやわ。で大学に入って、うん、最近その人間関係の実を食べてしまった。あ、いや、それみんな食べてる実やね、うん、全員食べてる。それはだから飲み会とか嬉しいな。非効率で非生産的だと思ったんですけど、バカにしてるぐらいもんな多分もともとは。けど、うん、人間関係の実を食べてしまって、いや幸せやん。いやいや、食べたらええよ。一回その時期あった方がいいよ絶対。うん、まあ、それで一生それやったらそれでいいし、またメモに戻れるかもしれない、うん、戻れるかもしれないです。引退ですから3年で。ああ、部活は3年までな、はい、そうなんや。今はもう川水とか部活終わりに、うん、鳥貴族とかに行ってますよ。うん、ええー、やん、楽しい。それが何よりも楽しい。どういう時楽しい、飲み会。やっぱり下世話の話とかしてる時ですね。いいやん。それは男女で行くの。え、まあ、どっちもありますね。でもいいやん。こんなさらっとさ、うん、まあ、どっちもありますねって言えてなかったよ。うん。入りたての時は。そうよ。あ、まあ、メンタルはだいぶ。いや、だってその、な、な、動画の中で女子チアとはどうなんみたいな聞かれて、うん。で、ドゥみたいな。いや、そうよ。その、そこに関しては本当に。女の子と居酒屋に行く練習とかもしたからな、してた、してた。うん。で、超えたかなってな。うん。それは今でもそうだと思いますよ。ビールとか飲むのみたいな。いや、伝えたら。それは今でもそうなの。僕はレモンサワーだよ。そう、なんか、コントインしたらそうなの。コントインはしてる。コントインは、そうなってる。まあね。でも、女の子とは、普通に喋れてる。喋れてんでもな。そういうことになってきますよね。かっこええ。まあ、そういうことになってきますよね。今まで夏美もそういう喋り方やったけど、うん、なんか夏美が変わってきてるから、うん、かっこよく見て。そうやな。そういうことになってきますよね、うん、何かと、普通になったというか、うん、あの、なんか、いいよ。不必要なこだわりがやっぱり、B リアルとかやってるのもでかいですよね。うん。B リアル何がやの？ B リアルできるっていうのはすごい。だから、まあ、ヒゲとか焼いてて、ヒゲとか、そっとなくて、寝癖のやばい。まあ、決まった時間にあげなあかんからな、あれ、自撮りを。うん。なんか、躊躇なく写真を撮って、うん。なんか、パッと上げるっていうこと自体がね。自分見ていいの？その、無駄な完璧主義をどんどん卒業できてんの、ね、は、いるってことです。めっちゃええやん。いや、いいことやと思う、ほんまに。生きやすなるな。B リアル、まずやってんのもすごいですし、僕が。いや、そうやな。やるわけないんだよ、本来。うん。俺やってへんもん。でも部活で始めたんです。みんなでやろうってなって。うん。うん、いいやん。
て。いい話やな。6ヶ月ぐらいずっとやってます。やってんねん、続いてんねん。もう3枚の日の。まあ、BDL みたいなメモみたいなもんやからな。いや、全然違います。違うな。すいません。うん。日々の記録よ、でも。まあ、BDL は、BDL の実やな、でも。そうです、BDL の実は。うん。まあ、食べんでー。せんでーよ。マジで食べんでー。でもまあ、楽しいよな、友達とやって。そうですね。いやー、いいね。素晴らしいな。ただまあ、例えば、なんだろう、ガス止められたらしてるわけで。まあいいよ、ね、ガス止まってます。そうなの、お金はあんの？いや、あったりなかったりです。そうなの、ね、まあ、親なんですけど、うん、あのなんかまあもらうのも気引けるしな。でダラダラしてるうちになんか明細を送らないといけないんですけど、明細を作るのをダラダラしてたらその間にガスを止められてしまいました。で、まあ、バイトとかは？バイトはね、しないです、無理です。あ、まあ言っちゃう、うん、別にちょっとまだ無理ですね、うん、時間もったいないよ、せんでいいんやったら。でもさ、夏美がさ、はい、覚えてるか分からんけどさ、はい、俺がまあたまに言ってるけどさ、はい、浪人生の時に彼女作ってさ、はい、で大学入って付き合っててさ、はい、それに対してさ、はい、夏美がなんか、いや、大松さんが彼女とか作って女の子と仲良くするようになるとは思いませんでしたみたいな、おう、まあ、失望とまではいかへんけど、そんなこと言ったんですか？言ってた気すんねんな、なんかあの尖ってた大松さんが悪くなっちゃうんじゃないかみたいなとか、その後俺が YouTube 始めたことも、うん、それはプラスで言ってくれたけど、うん、いや、まさかな、大松さんが YouTube なんか始めるとは、みたいな、うん、あれです、よう言ってたけど、はい、で今夏美がやってんのもそういうことというか、うん、確かに、あの夏美が飲み会に行って、うん、とか、それもわかん、いや、これがを俯瞰してることがわかんなくて、うん、その自分がビフラとかやって、うん、自分みたいな人間がそれやってんのって面白いんじゃないかっていう、あ、っていうのもあんねや、あれのかどうかが分かんなくて。あ、自分がね。なんでかというと、うん、俯瞰した方がかっこいいかもしれないじゃないですか。でも、うん、あえてやってますよっていう風に見せてるだけかもってことだよね。本当は本当に楽しいだけかもしれなくて。うん。ベタにやっちゃってると。どっちでもいいんですけどね。まあ、おー、いや、そうやねん。そう、マジでそう。いいね。別に表から楽しいんだっていいし。うん。うん、裏やったら裏でいいし。うん。そう。だから、どっちもかっこいいよ。B リアルを真っ向から楽しめててもかっこいいよ。それって、はい、うん、その今夏美はさ、メモ取れてなくて、その自分の尖った部分が失われるんじゃないかなって思ってるかもしれんけど、っていうかメモは執着なんで。まあそうやな、うん、あ、気づいてるんや、うん、でもそれ大丈夫、いや、歯磨きをしないと一緒です。ん、歯磨きみたいなものです。脳の やったらもっとしてるやん、お前。でも思考がすごい溜まってる状態です。あ、考えと歯の赤、どっちも思考やから、はい、夏美とジョーク、いやいや、すごいすごい上手いの来た。すごいな。どちらも思考がたまるでしょう。思考の謎かけきたな。汚い。いや、やめましょう。汚い話嫌い。好きやろ。いや、だから、お前下世話な話してんのが一番幸せなんちゃうんだよ。生とかでして、だから、赤とか。なあ、そういうのは汚いと。最近、ツイッターのアカウントの赤を、カタカナで赤って書くようになったぐらい。うん。そうやな。アカウントの赤をな、ぐらい汚いのはちょっと苦手な。苦手です。何もかもダメです。女性器とかは好きやけどな。女性器とか大好き。あの、なんか、折り物がどうとかそういう話はしたくない。折り物とかです。せやな。まあまあまあ、その、うん、例えばね。うん、例えばね。例えばね。まあその、うってなるワードってあるからな。うん。うん、そういうのがありますね。なんか、なんだっけな。あ、だから、例えば、影山のね、2本目とか、ちょっと嫌でした。え、うんち？あの、キングオブコントの？面白すぎましたけどね。だからちょっと、ああいう時どうしようと思いますね。ちょっと汚いのはやっぱあれなんや。うんちはあかんねや。そう、ダメなんです。でも面白すぎてあれ。女性器は好きやけど、うんちはあかんの。だから、影山の2本目を。うんちいいだろ。どう自分で受け止めたらいいかわかんない。じゃあまあこの話終わり。はい。この子終わり。すいません。辞書と申します。ウィキペディアと申します。この子終わり。はい。うん、でもよかったね。はい、うん。じゃあ大学のことはでもな、単位取れてるかとかまた動画で聞きたいから。はちゃめちゃです。めちゃめちゃないよ。楽しいやな。いや、見たいな。また撮らなあかん。今日はもう時間ないけど。あ、確かに。予想する？前期何単位やったことだと。ええー、それ、夏美が、その、選択した授業を、はい、一覧を見て、あ、あの、どれが取れてて、どれが取れてないか、おもろいな。うん。でも、履修ドボンゲーム。できましたよ。だから、例えば、取れてる単位も取れてない単位もあるやろ。好きな授業とかあるじゃないですか。うん、うん。好きで聞きたいと思って。うん、うん。でも、なんか聞け、なんかその、出席とかあるけど、それ以上に聞きたいんだっていう。うん。でも、うんうんうん、本当は聞かなくてもよくて。だから出席を取るためには、うん、うん。なんか、それこそ人が BDR に上げてる、うん。課題とかを、うん。見て、
それをなんか時間までに提出したら出席になるみたいな、うん、で、うんうん、で人が B リアルにあげてる課題東京都立大の生徒は授業中に B リアルを取って課題の内容を上げたりとかしてるの。そうです。いや別に現代やな。 LINE で教えてもらえよ。どんな課題出てたって LINE したらええやんか。何か友達が受けてるみたいな、うんうん、で起きてる人が B リアル取るみたいな、うんうん、そういうのでなんか本当に受けたい授業だけど行けなかった時も割り切って課題書いて出席を獲得するとかできる。おお、成長やん。いいね。うん、定点だけです。生活ははちゃめちゃです。はちゃめちゃ、うん、でも都立大でもスターやろ。え、全然もうみんな僕のこと忘れてます。金髪坊主になったし。ああそうか、確かに。うん、方があれですし、松本人志になってたからな。そう、うん、じゃあまた夏ミートスターにしてかなあかん。そうですね、前出して来年ね、息子出たいですね。めっちゃやわ。めっちゃおもろいや、密着するって。なんでかというと、めっちゃや、あの普通、例えば天本さんがいくらね、なんか東大生に一番尊敬されてる東大生といえども、うん、ねえ、え、こいつ東大生に一番尊敬されてる東大生、なんかあるデータはそう語った気がする。そうなの、うん、まあそうやんな。データ書く語りき。そうです。でもなんか週刊誌のアンケートみたいなんで多分。あ、そうなん、有名人みたいな。でもなんかその影響力を使っても、うん、東大ミスコンは通さないじゃないですか、絶対。まあミスターにはなられへんやろな、うん、なんせとんでもないブサイクなんやから俺。最近のキャラ。とんでもないブサイクを辞任するキャラ。その最近あと大食いをかっこいいと思ってるっていうキャラ。その二重のやつがハマってんねんな。そのブスキャラじゃなくて自分で自分のことをめっちゃブスやと思ってるキャラと大食いをかっこいいと思ってるっていうキャラ。思ってるキャラっていうのが好きやん。なるほど。顔ブサイクで食うのがかっこいいやんな。そう、手を持ってんねんけど、うん、まあそら勝てへんよ。でも都立大ミスコン出たっていうのはその部活の後輩出た時に、うん、アピール代も部活の演技にしたんですよ、うん、見たんですけどこれ勝てるなと思って。部活の後輩が出てんの見て。いや部活の後輩は全然あの本気でやってなくて、うん、マクソンズを広めたいために出たんで、うんうん、で部活の後輩と一緒に、まあ、演技したんですけど、うんうん、で様子見たんですけど、ああそうか、他の候補者も見れるもんね。これフォロワー5万人ぐらいもしいたら勝てるなと思いました。仕組みとか見て。いや絶対勝てる。いやいや、それ俺らで勝たすよ。いや勝たすよなあ、全部考えようや、そのプロフィールシートみたいなとこから、うん、だから来年はめっちゃなんかミスコンじゃないんですよ、メトロポリタンコンテストっていう。最高やん。お前をメトロポリタン、じゃあミスターメトロポリタンになるってことだから、うん、まあ、基本的にはメトコンって呼ばれてるんですけど。メトコン、メトコン、メトコン。兵器の名前。メトコン。戦争関係ある。いや、あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。メトコンをぶっ壊すっていうこの一本で、いいやん。あのだからメトコンをぶっ壊すの一本で、え、だからNHK をぶっ壊すみたいにミスとミスターがあって、うん、本来男女、うん、男子5人、女子5人みたいな感じじゃないですか、うん、で、まあそれがちょっとリベラル的に良くないってことで。そうやな、うん、よくない。メトロポリタンにしたのに、うん、結局女子5人、男子5人で何も体質が変わってなくて、うんうん、え、それはでも一色だな。え、なんか 1が男子、2が女子みたいな、うん、2部門というか。あ、2部門、2部門じゃないって言ってるけど2部門になってる。うん、なるほどね。なるほどな。だから形式的なことだけ書いて気持ち悪いからミトコンをぶっ壊すってことで、うん、なるほどな。確かに今でも増えてるもんね、ミスコンで男女じゃなくて、うん、クール部門、ユニーク部門とかあるもんな。そういうのでもないんですよ。そういうのじゃないのに、うん、なんか名前だけ変えて。いや夏いいね、企画にもできるし。そう、うん、いいの持ってきてくれた。頑張りたいですね。めっちゃおもろいやん、うん、めっちゃ苦情。めっちゃいいやん。めっちゃいいですか。うん、おもろい。いつあんの本番。だから今年が11月になったんで来年も11月ですね。じゃあ応募開始は来年の春ぐらい、8月ぐらいじゃないですか。夏やんけ。じゃあ来年夏からいい企画できたよ。考えてます、ね、嬉しいな。顔がかっこいいっていうので勝負しようや。顔がかっこいいと思っているすごく顔がかっこいい。すごく顔がかっこいいと思っている。メトコンっていうのに対して顔がかっこいいで勝負。でもまあ別にな、いい感じの顔キリッとしてるよな。うん、でも今さ、うん、特別かっこよく見てへんやろ、カベスから夏見て。全然、うん、ちょ、俺と並べてみる。え、死ぬほどかっこよく見えへん。めっちゃかっこいい。これ、俺がクソブスやから。ああ楽さで。納得感あるな。うん。あ、今離れていった瞬間に別にそんなかっこよくないわ。うん、これ近づいてみ。ほら。たわしやん。徐々に近づいてみ。たわし。え、めっちゃかっこいい。
何意味？韓流アイドルやん。ほら。これすごいやろ。今頭たわしみたいに見えてるけど。はい。うん、頭たわしです。うん。これ今はたわしに見えてる、うんうん。これ俺をこうやって伝次郎先生や。うん。ブスの伝次郎先生。これ近づいてったら、うわ、今、海渡ったわ。え、海渡った、うん、もう海外行った。うん、海渡った。たわしやな、確かに。ガクトもこういう髪型やったことあります、ね、うわー、そうか、だから。ガクトや。だからか。ガクトや。ガクト確かに。わかるもんな、ステーキの味とかも。ステーキの味は、ね、わかります。実家太いもんな。いや、なあ。なあ。ガクトも多分実家太いだけやもんな。え、違います。ガクトはなんか、あれですよ。談笑みたいなことやってるじゃないですか。あ、そう。いや、そうな。そういう説があります。あ、ガクトは女性用風俗みたいなんで、VK バンドやったよな。その姉妹とガクトはそれで食ってる。だから叶姉妹に関してはさ、金持ちっていうキャラを金出してもらってやってるっていう。だって、あの、叶姉妹だってね、その職業がセーブリティですから。うん。VK だよね。その、談笑やってるとかって、それ。絶対言わない。マジで、ソースヤフー、知恵袋とかやろ、多分。親が言った気がする。いや、でも親が言った。おい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 。あかんよ。あかんよ。母親とかが、週刊誌ネタで言ってました。うん。あかんよ。信じちゃうもん。信じ込んだら。母親何でも信じるんで。そうやな。かわいい。母親はね、何でも信じます。小4、僕と一緒に中学受験をするまでは、うん、夜空の星はずっと同じだと思ってました。だから、動かないと思う。春の夜空がないと思ってました。え、お前のおかん。はい。え、それ何時代でもおらんくない？うん。なんか、おらんな。天動説とかでもない、うん、そうです。星。何がどうなってたらずっと一緒なの？星に無頓着なんです。だから動かないと思って。何でも信じるとかでもないやん。模様やと思ってるってこと？模様が。天井の模様と同じ仕組みやと思ってる。自転とかあんまりないと思ってるんだ。うん。ああ、そうか。第三勢力やん。だから天動説、地動説とは別の不動説を、うん、唱えるのが。その割にガリレオとか知ったな。なんでやろ。まあ、いや。ガリレオ知ってたの？ガリレオは知ってた。探偵ガリレオ知ってたの？ガリレオは知ってて、ガリレオガリレイが、うん、その地球の時点を発見したことは知ってたんです。幕山房春を知ってたんじゃなくて。幕山房春も知ってましたけど。青いしおりを知ってたんじゃなくて。青いしおりって、あれですか？あ、バンドな？バンドなんですか？エメと。エメとコラボしてた。バナナフィッシュの7日間とかでな。あれはベッドか。と黒い虹ね、うん、黒いですね、色とヤフィッシュと黒い虹ね、そうか、よかったな、何がですか、いや、その飲み会とか楽しめて、あ、うん、もう俺一人ぼっちになっちゃった来週で、その俺だけ、何が飲み会を楽しんだことがないやつ、あ、だってカベスはな、はい、いや、それめちゃくちゃ飲み会してきたよ、フットサルサークルでな、死ぬほど、じゃフットサルサークルで死ぬほど浮いてて俺はおい、フットサルサークルはそうか、おい、そうか、うん、いやでもフットサルサークルは飲み会してないか、フットサルサークルは、うん、逆にその飲み会だけ元気やったから、うん、その女がおる時しか元気じゃないやつやと思う、あ、そうやそうや、間違えた間違えた、そう先輩に干されてたよ俺、お前が飲み会楽しんでんのは、うん、今同期が100人おるサイバーエージェントやな、うん、違うわおいサイバーエージェントやったら楽しかったやろうなサイバーエージェントはめっちゃ飲み会するよ多分、うん、そうなんです、楽しかったやろうな、広告やしな、うん、渋谷やし、この芝居多い、そうか、うん、いや、まだ野球サークルとね、そうお笑いサークル入ってます、その2つは楽しんでたもん、うん、いや楽しんだことないよ飲み会なんか、飲み会全般まだ肯定してるわけじゃなくて、マク飲みやから楽しい、マク飲み、マク飲みいいね、え、マクソンズで飲むことマク飲み、僕言ってるだけですけど、てか来週が言い出したんですよ、まあ、そうやったっけ、え、そうやっけ、はい、俺らが名付けたやん、マク飲みって、マク飲み以外の飲みはあんの、もうあるっちゃあるんですけど、うん、確かに X のな、エク飲みとかないの、エク飲みはないです、まあ、そうなんや、はい、ないんや、何飲みがあんの、マク飲み以外、なんか飲みさ飲みです、うん、飲みさ入ってんの、入ってますよ、飲みさっていうか飲みさとか言わない方がいいか、あんまり、あの、所属を書いてるから、その所属してるサークルの飲みさだとバレてしまう、いや、普通に4月からそれはそうなんですけど、ずっと、え、1年の4月か、あれマクソンズ以外なんかサークル入ってんねんっけ、いつか入ってます、あ、そうなんや、すげえやん、でもそこは、まあ、確かにオーラン、はい、オールラウンドサークル、テニサーよりもやりサーということでおなじみのオールラウンドサークル、いやなんかフリーペーパーを作ってるみたいなほぼオーランやん飲みサーポ、なんか友人の友達が代表だったんで、友人の友達、友達の友達ってこと、え、東大の誕生日研究会みたいなこと、いや、それあかんねん、炎上したやつ。それあの、ネタにもできひん。あ、あかんねや。ほんまに犯罪を犯したやつ。あ、そうか。うん。そういうことシルバーキャノンボールぐらい。いや、そうそう。ネタにしたあかん。ネタにしたあかん。ただ、ほんとに。まあ、そんなことは絶対してない。飲みさ、ってか飲むさっていうか。
飲むさ飲むさっていうのは、こいつめっちゃ大学生。飲みを目的にはしてないけど、サークルの主な目的にはしてないけど、違います。よく飲むから飲むさと。あ、違う。飲みさは、あ、違う、ね。飲ませるんですよ。飲みさはそうか。飲めようみたいな。でもそうじゃなくて、自主的に飲むぞっていう。なるほど、なるほど。強要はしないよっていう。それ飲むさって言われてます。いや、え、そんなんあんの今。そういう言い方あんねや。そうやって、ごまかしてますよね。そうなんや。別にそれも飲みさやけどな。そうですね。まあでも、そんな、非合法的なことは行われてないと思います。非合法。まあまあ、そうやろうな。でもそこ、でもまあ確かにそのコールのイロハとかは学びましたけど。コールできんの？え、でも、いや、その、乗れるだけだって、その。え、歌えるやつない？え、マクソンズではコールもあんの？マクソンズはね、まあ、ありそうやけどね。マクソンズはでもいろんな飲みさに入ったことがある子が結構多いんで。確かに。ある。その、カラオケとかでは結構。え、なんか、披露できひん。ない？得意なやつ。うん。僕はでもしないんで。ああ、乗るだけ。乗るだけです。え、知ってる？俺一個も、一曲も知らんで。マジで一曲も知らんの？え、ほんまに一曲も知らん。俺が知ってるのは、ゆかり。飲んでなくない、ウォーウォーだけ。だけ？うん。モンクショッパピーですね。うん。まだホッケッキョ。全部言わんでええねん、お前。舐めたらホッケッキョでおなじみの？うん。舐めたらホッケッキョ。おもろいから。一番面白い。意味わからん。舐めたらホッケッキョでおなじみ。暇状のアスクに書いてました。暇な女子大生のアスケで、舐めたらホッキッキョって何なんでしょうって聞かれて、何なんでしょうね、面白いですねって書いて。何やねん、その記憶。何や、その記憶。なんで、なんで落ちないねん。懐かしいの、お前。暇な女子大生の落ちないツイート覚えてるやつおんのかい。そのツイートほんまにそうやな。書いてるだけ。でも、普通に、あれ、コールとかしてんやん。曲は、夢の曲？新宝島とかじゃないですか。ええ、新宝島のコールなんかあんの今。若いね。ジネギャやね。俺ん時あって欲しかったな。俺ら、だって夏美が今一緒におる子らは、20歳とか21とかやもんな、ほんまに。大学2年3年とかやもんな。世代は本当にすごい広くて、あの、ジッタリンジンのプレゼントとかも。あ、あるな。あるな。うん。あるある。え、新宝島はどんな感じやん？次とって言って、そのなんか。ああ、なるほど。次と、その次と、で、回していくで。で、我々まだ飲まないとか。ああ、なるほどな。目的地じゃないを思って。目的地じゃないのとこを。我々まだ飲まないとか。うん、まあ、そんな感じで。で、そのピークの時は何て言うの？このまま負けず、このまま丸々が、ぐっと飲むと、みたいな感じ。ああ、このまま丸々が、ぐっと飲むと、みたいななんかあるんや。そこでできないんだ。丁寧に。乗れるだけなんで。乗れるだけっていうのは、その乗ってる時は何しの踊ってんの。こう左右のこう、新宝島のようにこう、ステップを踏んでるのか。あ、煽ることが可能って。白くてでっかいスーツをさ、南国の背景をバックに着てさ、こうやってステップを踏んでるのか。できたらしたいですね。できたらしたいな。ではなく。普通にその、煽ってる。次に何が起こるか分かるっていう。あ、なるほどな。この後どういう流れか。はい、じゃあ夏美にコールが回ってきたらそれグビッと飲むんや。できます。え、もうさ、はい、ビールのジョッキにさ、はい、ファイヤーボールみたいな小さいゲロは入ってないの。いや、ゲロは引退して湿菌が多いんで。湿菌全然。一個上行ってた。メジャー挑戦してる。めっちゃあかんやん、飲み会迷惑のメジャーリーガーになろうとしてる。いでも、臭くないんで、そんな。臭くない。そんなないわ。臭いやろ。臭くなくてもいいやろ。うん。匂いの問題じゃないからな、湿菌って。これ、ほんと困ってて。湿菌スカイウォーカーやね、お前。本当に困ってますね。湿菌よ。お前飲み会ジェダイの湿菌スカイウォーカー。スカイウォーカーって何ですか？アナキンスカイウォーカーっていう、スターウォーズのキャラクターの文字って。見ます。お前、湿菌すごいやん。スカイウォーカーなりゃ。本当にその、え、どういうとこ？おねしょとかしたことないのに、幼少期。うん。はっ、覚えてる、三郎の、てか、あんまそんなベラベラ喋るのことちゃうで、マジで飲みすぎておしっこちびるって。めっちゃ店に迷惑かけてるし。店ではしてないです。宅飲みで？家とかです。宅飲みでそれしてたらよりやばない。自宅とかです。自宅？あ、帰ってからってこと？はい。あ、帰ってから帰ってからか。とか、もう人がうちに来てる時のなんか、あー、すごいみたいな。いや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 、いやいや、笑えへんよ。お水こぼしたぐらいの。おしっここうしてんのに。なんそうだよな。これ悩んでて、マジで。なんか。あれってか、夏美時間大丈夫？そうです、あと5分ぐらいで。めっちゃ鍛えなあかんのちゃうの。鍛えたいですね。だから、お前でもチアで活躍筋とか鍛えられてんちゃうの。うん。下半身強なりそう。早漏改善には、な、活躍筋を鍛えな、真剣がよくな、ヤンキー座りしたら、早漏治るって真剣さんがな。全然違うと思います。なんででしょうね。別のところが。何やねん。精神的なもんだと思います。まあ。ああ、まあ、それは、
あったよ、俺もその映画館行ったらな、トイレ行きたくなる。おしっこ行きたくなる問題。いや、お前はでも行きたなってるだけやから。こいつは行ってんねん。俺治った。行かずに、え、治った?うん。映画見れるようになった。なった。でも、早漏もな、そういう精神的なのよく言うからな。RRR、さ、はい、3時間あるのにさ、はい、なかったですね。おしっこ行かずに済んだって。あ、RRR がおもろすぎて、うん、おしっこ改善クリニック。いいね、うん。自信ついたから。そういう成功体験を繰り返すとな。ちょ、もっと話したかったけどな、なんか。うん。いろいろ、失禁してるっていう情報を残して。残していった。いろいろ。終電で帰っていきました。今後につながる種をまけたと思います。はい、ということで。うん。夏美が帰っていきましたが。いやー、帰っていったね。おしっこ漏らして帰っていったわ。ほんま、おしっこ漏れるみたいに、おしっこ漏れる話漏らして帰って、うん、あんななんか。なんか、ジョワーって広げて帰って。なんか、ほんまに。もっとさ、溜めて言わない、うんうん。もっと聞きたいねんけどな、おしっこ漏らす話。飲み会で、おしっこ漏らしちゃう話は。うん、そんなわけないもんな、その周りの反応も。そんなわけない。あ、夏美ちょっと。そんなで、終わってるわけない。バカ笑ってるか、うん、バカ迷惑か、どっちかしかないねんから。絶対おーい、お前おしっこ漏らしとるやないかー。な、絶対嘘やったよな、あそこ。いやー、ちょ、聞いてみたいな。うん、もっと深掘れたよな。意味わからん。すごいな。でもなんか嬉しいな。うん、成長してる。うん、てか今日公開されたラジオさ、うんうんうん、カメスおらんけど、それもそういう話やったよ。なんか成長していきたいみたいな。あー、なんか藤本おって俺んちに、うん、でトワと3人で、うん、なんかトワが入院したから、うん、大人になってることを実感するみたいな。その手続きとかをさ、うん、高校生でもし病気とかしたらさ、うん、まあ、親が全部やってくれるわけよ、うん、でもその大学入って一人暮らしで手術とかしたから、うん、その手続きとか全部自分でやって、なんかこんな大変なんやみたいな。それマジで俺も思ってるよ。あ、俺もだって引っ越しやってるし。そうか、今な、俺らが来住ハウスを借りるのはカベスが引っ越すからやもん。そう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 、うん、だから引っ越しの手続きとか全然やらなあかんこといっぱいあるなっていうので。いやね、うん、感じる、実感してるな。やし、昨日ね、うん、元相方の結婚式行ってきてさ。ああ、大学お笑いの時に、そうそうそう、一瞬組んでた。え、どのコンビ言っていい？え、まあ、多分言ってもいいけど。まあ、わからんやろから。うん、爆発ポメラニアン。爆ポメの？うん。え？見たことあるやろ。え、あれやっけ？服青いネタ？あれは、あ、違う違う、あれはワクテカ文明。あれはワクテカ文明か。え、バクポメってあれか。でも結構多分ネタやってるから。後輩の子あるんちゃうか。いやいや、同期同期。どの子？え、うん、なんやろ、ちょっとちっちゃめの男で。え、見たことあると思う。うん、多分あると思う。結構。見せてる見せてる。メイン寄りのコンビとかな、爆発ポメラニアンな。いや、そうよ。キッスンガーの次に組んだ、かな、だから。ちょ、調べよう、うん。そう。結婚したんや。結婚してさ。え、歳は？おない？おないおない。ああ。そうやな。調べれることが分かったらみんな調べちゃうからあれやけど。あ、でも YouTube にはないわ。うん、YouTube にはないな。まあまあ、でも別に。大丈夫。うん。うん、そうそうそう。へぇ。3万円払ってさ。そうか。エントリー費用。エントリー費用ちゃうの？お前 M1 グランプリちゃうの？エントリー費用3万円払って漫才してきて。まあマジでそうか。うん。それは漫才はするもんな。せやねん。え、ワクテ、あ、そんだからワクテじゃない。爆ポメでしたんや。そう。な。結婚式の余興でさ。そう、大人やな。そう、マジで。めっちゃ人生。受けた。ウケたー。あったかいもんな。よかったー。どんなネタやったんそれ。でも本ネタできんくない？いや、でもだから本ネタで、うん、その、いろいろ本ネタがあんねんけど、その中で、その、まあ、先週ぐらいネタ合わせしたんやけど、その時に、その、なんか、奥さんとのエピソードとか。を入れ込んだんや。そう。え、どういうのが使えるんみたいな、はいはい、聞いて、いろいろエピソード聞き出して、もともとちゃんとあったネタにの普通に面白いやつに入れ込んだんや、うん、そうそうそう。大人やな、それ。そう、なんかほんまにそういうことって別にしたことないから、漫才にその、うん、ほんまそれとのエピソード入れるとか、気遣いの塊みたいなことやからな、うん、絶対せんからな、子供は。そう、俺が一番おもろいね、俺の漫才を見ろじゃないからな、うん、それって。それをなんかその相方が言い出したっていうのなんか熱かったし。え、そういう風にしようやっていう。うん。まあそらそうやな、でも。こういうの入れてほしいね、みたいな。え、どんなの言うの、それ。言える範囲でいいけど。え、なんか。妻のエピソードやな、だから。受けるであろう妻の天然エピソードみたいなのを。まあそもそも、その、
まあ大筋が一番入れ込みやすいので宇宙飛行士にしたんやけど、うん、その宇宙飛行士になりたいっていう設定ね。そう設定で、まあそれでまず受けそうやけどな、結婚式で宇宙飛行士になりたいって言ったら何しんねんっていう、うん、いやちゃんと働けよっていう、うん、もう受けてた。そう受けるやろ、うん、宇宙飛行士になりたいっていうので、いやそれマジで、うん、あのアルコ&ピースの忍者の巻物のネタじゃないけど、うん、お前何言ってんだってなっても全然おかしないからな、うん、幸せな家庭気づくんだろっつって、うん、漫才すぎるっていう受け方、うん、そうやな、うん、だってなんかその宇宙でその地球からさ、テレビ中継みたいなのが、はい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 、来る、はいはい、なんかこっちはなんとかでーすみたいなね、そう宇宙ステーションの中とかで、高校生からの質問に答えるみたいなんで、うん、宇宙飛行士になるために大事なことで、ああいいね、で大事にしてることが3つあって、うん、ああいいこと言いそうやなみたいな、うん、で、信念徹底、自発強制共同奉仕ですって言って、うん、日本女子大の三大要領奥さんの大学の教育理念を、あめっちゃおもろいね、入れ込むとかそうそういうね、そのまず3つっていうのがな、うん、結婚式のあるあるやのに、うん、そっからもっとそれて、そうそうそう、嫁をいじるという、そうそうそう、日本女子大の女の子と結婚して、うん、そう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 、な何系の仕事なんその元相方は。元相方はね営業をやってて、サラリーマン、そうそうそう、でそこの会社の人とかも来たから、その会社のネタとかも入れて、おもろ、会社で取り扱ってる商品の話とか入れて、例えばペプシやったら、うん、いやペプシじゃねえよ、そう入れたみたいなこと、そうごめんちょっと入れる必要のない例えをなくてもいいと、営業先の店内 BGM 鼻歌で歌うとか、ああいいね、そうそういうボケを入れて、そうゴリゴリに営業の漫才をして、いやいいな、いやそう楽しかった、うん、やし、そのまあ自分もやけど、そのな相方が結婚するってなったらやっぱ、そうね、人生って進んでいくなっていう、俺らもいつかって考えるしな、うん、で二次会でさ、うん、なんか出会いとかはなかったの？え？ごめん俺あれ見、あの花束みたいな恋をしたをさ、え花束みたいな恋をしたって結婚式の二次会で、確か最初出会うの？確かそうじゃなかったかな、違うかな、別の映画と間違えてるかな、愛が何だったっけな、どれか忘れたけど、それ系の映画で、はいはいはい、ありそうありそう、結婚式二次会で始まる出会いの場って言うよな、そうもうほんまに行きたい、 IOK でもギュッて固まって、いやーそうか誘われてんもんな、みんな、うん、そう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 、行きたい、固まってたな、二次会だけ行こっかな、でもビンゴとかしてな、え、うん、乃木ビンゴ、え AK ビンゴ、いや違う普通のビンゴ大会、普通のビンゴか、そう二次会で AKB48 のメンバーがいっぱい来てバナナマンが司会でなんかいろいろ喋ってたわけじゃなくて、うん、じゃなくて普通のビンゴ、ビンゴ大会か、うん、なんか普通のビンゴをみんなでなんか真正面から楽しむっていうのもなんか大人になったなっていう、だからお笑いサークルの時にそんなビンゴなんてそんな恥ずかしくてやったことなかったのに、うん、みんながビンゴを普通にビンゴとして楽しんでたから、いや確かにこれって大人になるってことやなっていう、確かになんか、ナダン同窓会の時もそれ思ったわ。いやな。ナダン同窓会でもビンゴしてさ、うん、なんか俺らナダン時のビンゴやったらさ、うん、その寒いやつがさ、当たってさ、うん、一言言ってたやん、あれ当たった人が、うんうんうん。で、寒いやつが当たって一言言ったらさ、ナダン時の俺らやったらさ、普通に冷めてたけどさ、うん、なんかちゃんとみんなさ、うん、思んないやつが思んないこと言ってもさ、うん、みたいな。なんか、うん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 、してたよな。してたわ。優しなんねんな、やっぱ。そういや。うん。いろんな大変なことに向き合うから、マジでそうやわ、うん、な、うん、まあいいんか悪いんか分からんけど、いやめっちゃ盛り上がってたわ、うん、そうなってくよね、うん、いやよかったないや行きたいな二次会、結婚式行ったことある人の、いやいとこがなんか、うん、7、8個年上のゴーがあ、そうか、ゴーおんのか、ゴーが細い女と結婚して、うん、細い女年ぐらいかな、うん、吹奏楽のサークルの後輩の細い、その時はでも別に自分ごととして見れへんもん、まあ少しも離れてるしな、まあそらするやろっていう、うん、ちょっとまあやっとできたかぐらい、うん、だからほんま俺もいとこやな、5、6個上ぐらいの、でも同期が結婚したらな、えぐいよな、いややばい、てかこれ俺今やれって言われてもなんかめっちゃしんどいかもっていう、うん、そのもう挙式が30分ぐらいあるのよ、うん、披露宴が3時間ぐらいあるのよ、うん、
その間さ、降りれへんねん。新郎って。新郎っていう立場から。降りられへんな。そう。それこそ。ちょけられへんねん。降りるとかないな。そう。いや、ごめんね、みたいな。ないもんな。で、その、昔その、ゴリゴリにお笑いやってたのを知ってる仲間がいっぱい来てる中で、確かに。その、キスしたりすんねんで、だって。で、かっこいいムービー流れたりとかな。そう。やし、その奥さんと腕組んで、なんかゆっくり歩いたりとか、各宅を回って写真を撮影したりとか、そうやな。そんなん、できる？いや、俺今はできひんな、正直。できひんよな。今の俺はできひんわ。やろ？俺、まだゴリゴリにアーティストやから、できひんわ。できひんよな。うん、そうやねん。そいつすごいな。すごいねん。もうだから大人になってんねん、完全に。そうやねん。これ俺まだでけへんわって思った。まあまあまあ、奥さんがな、自分のその恋人とか、後の、ね、妻がめっちゃ喜ぶんやったら我慢はするかもしれんけど。うん。でも、ちょけては舞うな。やんな。はい。いや、そうやんな。うん、結婚しました。やんな。はい。うん。ウェイウェイウェイとかやって。やってまうな。指輪めっちゃ見せつけたりとか。うん。してまうよな。うん。そういうの一切なく。堂々と振る舞って。いや、それすごいわ。うん。できん。でも、俺もさ、うん。あの、1年ぐらい前にさ、うん、トークライブの直前に話したけどさ、うん、あの、元カノが婚約したっていう。え、ああ、あったな。あったやん。あったあった。トークライブの日に、うん、トークライブ、来週のイベントの前日に、うんうんうん、元カノから、うん、最初に付き合った彼女、うんうんうん、たまに動画でも話してるけど、5人戦の時に付き合ってた彼女から、うんなんか婚約してみたいな、うん、連絡来てへえみたいなよかったねみたいな、うん、でちょっと泣いて、うん、寝たっていうイベント前日に、うんうんうん、まあいろいろあったからさ、うん、その彼女とも長かったし、うんうん、カベスとか知ってると思ういや知ってるなまあ幸せになれてよかったなっていやまあでもほんまそうほんまそう、うんうん、まあ俺もね、うん、今は別に自分楽しく幸せに来てるし、うん、ほんま最近なんかまあ婚約したって言ってたのがほんま1年ぐらい前かな多分、うんうんうん、でなんかツイッターまた見てたら、うんなんかその元カノのアカウント一応見れんねん、うんうん、別にブロックとかわざわざしてないから、うん、で別にやり取りとか全くしてないねんけど、うん、ツイート流れてきて、うん、なんか席入れて思うんだけど、うん、えまず、うん、ツイートの書き出しが、うん、あもう入ったんや席っていう、うん、前回報告された時は婚約やったけど、うん、まあわざわざ確かに席入れたの言わんかと思ってまあそうやなでまあ結婚式もさすがに呼ばへんやろうから、うんまあ、席入れたんやと思って、うんでまあ結構その動画でもたまに言ってるけどちょっと不安定なこと、うんうんうん、ネガティブな子なんや、うんうんまあ、俺はそういうとこがまあいいと思って仲良くしてたわけだけど、うんうんまあ、俺は結構そういう人間好きやし、うんまあ、今井とかもさ、うんうん、言ったらまあ不安定というか、まあまあまあ、みんなまあそういう面あるけどそうやなでもそのでそのツイートの文面が、うん、席入れてみて思うけど結婚ってマジで墓場だな早っ早っまあまあ半分の時もあると思うんやけど別に、うんまあもちろん楽しそうになんか手料理の写真とかも載せてたから、うん、そんな別に辛い100ではないと思うけどなんかまあ言いそうなこと言ってるわ多分やけどあんま変わらんやろ、うん、出産してないんやったらまあでもなんか感覚が違うんじゃない女子は特にちゃうんかななんかもうこの人と一生なんやとか思うまあでもそうやなもう一生この人なんやっていうついてかなあかんねやっていう、うん、まあバリバリ共働きとかやったらまた違うかもやけど、うんっていうのを見てなんかおもろそう思って、うん、そうやな、うん、でもその俺の相方はその式始まって、うん、最初もだから板付きじゃないからさ出てくるよね出てくんだよ名店飛び出しかそうお笑い風に言うとそう後ろの扉が開きますみたいなさそうやアナウンスがあってさ、うん、でそのこれちょっと座り直してさ名店というかアナウンス飛び出しやなそうねえ、もうみんなめっちゃカメラ向けて。うん、偉いもんで IOK の人だけ全員カメラ向けてなかった、ね。まあまあ、撮ってもしゃあないからな。うん、んで、バーンって扉開いて、うん、で、相方出てきて、うん。確かにお前が隣におったわけからな。いや、そうよ。もともとは、そう。お前と二人でマイクの前に。そう。で、奥さんはまあその後から、お父さんで、ね、連れられて出てくるわけやけど。はいはいはい。そう。だから最初、ピンで登場だから。ピンで登場やな。うん。うん、最初ピンで登場するとき、その、一歩目、あの、立ち止まらなあかんとこ立ち止まるの忘れて。ああ、もう。あ、止まってください。それまあお笑いでないからな。うん。
舞台の端で一回止まるみたいな。ないから。それから出てきて、端で一回止まって、どーからで、センターマイクまで行くからな。そう。だから、神父の前まで、まあ普通やったら、うん、どうもーやからな。マジでめっちゃエモい話だ、それ。おもろ。一歩目、つかつかつかっていうことして止めた。確かに、でもそれ、普段舞台慣れしてたら逆にやってまうかも。俺もやってまいそうやわ。うん、恥ずかしいもん。意味わからんもん。ドアの前で一回止まんの。ドアから入って、なんで一回立ち止まって、また歩き出さなあかんねん。そうやな。リハなかったらしい。あ、リハない、うん、そんなわけなくない。いや、でもなんか、リハないねんて。めちゃくちゃ金ケチったんちゃう。いやいやいや、だからその、もう人気やから、その、リハじゃなくて、ずっと指揮やってるから、あ、そうなるほど。リハができひんねんと思うんだけど。へぇ、もう、説明だけ聞いて全部覚えなあかんねや、と思って。大変やんって思って。そやな。で、なんか、神父の話がさ、ちょっとめっちゃおもろくてさ、もうマジで。盛りだくさんやん。ずっと受けてたんやけど、うん、まあ、聖書から引用すんねんけど。え、なまってんの？これがね、日本神父と外国人神父がおんねん。なんか知らんけど、二人体制やねん。先生と一緒やん。うん。ファーガソンと、T 先生がおんねん。うん。なんか知らんけど、二人体制で、うん、なんか、最初の日本人の人が、なんか聖書、ヨハネ福音なんとかみたいな、引用。うん、するみたいなんで、まあ、聖書に、まあ、結婚式について書かれているね、パートがありまして。あんねや。うん。で、まあ、そこからの引用なんですけれども、うん、みたいなんで、喋り始めて、なんか、ある時、まあ、イエス様が、うん、母のマリア様と、うん、弟子たちを引き連れて、うん、まあ、その村の外れにあるところで、結婚式があるということで参列しました。うん、その時に、その、まあ、盛大な宴が行われていたんやけど、うん、その、用意していた葡萄酒が、なんか、すべてなくなってしまって、で、もうおもろ。聖書すぎやろ。そうワインのことを葡萄酒って言うやんと思って。うん、聖書でしか聞かない。で、葡萄酒がすべてなくなってしまって、うん、イエス様が、なんか近くの井戸に、水をなんか、うん、汲みに行く。汲みに行って、で、樽いっぱいに、なんか4つぐらい、抱えてイエスさんは持ってきたんやけど、うん、それ、なんか、蓋開けてみたら、全部ブドウ酒になってくる。奇跡起こすから。そう。水をワインに変えんねよ。そう。水がイエス様の手によって、ブドウ酒に変えられました。えって。まずなって、めっちゃ嘘やんと思って。めっちゃ嘘。めっちゃインチキ宗教やんと思って。やし、うん。うん、ほんまそうやな。うん、俺らが普段バカにしてる信仰宗教みたいなことを言う。より多分、嘘や、うん。信仰宗教をもうちょい信じれる話、うん、するからな。に、するやん。起こりうる奇跡の話するやん。なんか、うん、隣人に、そう、隣人を愛せとか、石を罪人に向かって投げてって、うん、で、お前らは、その、ほんまに自分に罪が一個もないんかって、うん、誰も投げられへんくなった。うん、これは、まあ、ありそうやん。うん、けど、水をブドウ酒に変えられました。4たる。うん。嘘すぎるっていう。意味わからなくて。で、なんか、で。ほんで別に場合によっちゃ水の方が偉いしな。うん。その日たまたま飲み会やったから、うん、ブドウ酒に変えたら偉いけど、うん、喉乾いてる時やったら水の方がええしな。うん、そうやな。なんか、うん、それもなんか。なんなら、一たるは水の方が良かったりとか。いや、そうそうそう。なんかそれもちょっとかっこ悪いな。うん。で、この話で、大事なことは、何が、水がブドウ酒に変えられたということなんですね。うん、えって、まず大事ちゃうやんっていう。まあ、大事もクソも。やし、その、さっき言ったこと言ってるやん。結果やからな。うん。で、教訓が欲しいから。まあ、このように、水を、イエス様が結婚式でブドウ酒に変えたように、この結婚式が、二人の生活を、より良質なものに、変えられることを祈っています。え、かかり弱って弱っ。え、そので、その水とワインに変えられて、皆様に喜びと力を与えられたように、この結婚式が、参列している皆様の、喜びと力を与えられるような式に、なることを祈っております。マジでその俺が困った時にボケで言うことぐらいかかり弱ない。夏美のさ、密着の動画でさ、うん、
何やっけ、歯ブラシかなんか俺が持ってきてさ。あー、あったわ。そう、夏美が受験するときにな。に密着して、うん、歯長みたいな。歯ブラシで歯で、みたいな。で、歯長咲く、みたいな。ぐらい弱いよな。うん。なんか良質なものに変える。何でも言えるやん。やし、その、この結婚式を機に、うん、二人の生活が、Y になるとしたら、うん、その結婚式までの、その付き合って期間、を、うん、水やって言いたいのっていう。そうやな。うん、それもおかしいし。うん、で、その、イエス様が、うん、この、式っていう、なんか、概念になっちゃってるし、うん、なんか、そうだよ、その意味わからない。誰かがイエスさんのように頑張って、奇跡を起こしましょうとかでもないっていう。うん。うん、なんか、ようわからん、その、対立関係というか。そうやな。そう。たとえ先どこに行ってんみたいな。その日、ほんま、その神父8捨てぐらいやってて、ほんま、8番目ぐらいのネタやったんちゃう。うん、一緒のネタやりたないっていう、その日に。で、長々と喋った後。絶対もっと強いネタあるやろ。そう。で、その長々と日本人神父が喋って、うん、その後なんか、忘れてた。外国人神父が、ファーガソンはね。そう。喋り始めて、うん、イエス様が、水を、葡萄酒に変えられたように。嘘や。おもろ。この式が、二人の生活をより良いものにして、皆様に喜びと力を与えることを、祈ります。アーメンって言って、その日本人がいっぱい喋ったやつを、おもろっ片言で要約した後、アーメンって言って、外人の神父が、絶対いらんねん。この役割分担が。え、それは受けてた？これはもう大受け。ええの？さすがに面白い。え、それはもう IOK 以外も笑ってた？いや、わからんけど、もう IOK のとこはもう全員クス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 。何これ？何これ？いや、もう漫才みたいもんな。うん、薄いこといっぱい喋った後、生って要約するっていうの。めちゃくちゃ面白かった。うん、変なの？うん、おもろかったね。あとなんかその、誓いますか？はい、やと思ってるやんか。うん、健やかなるときも、やめるときも、愛することを誓いますか、うん、で、はい、やと思ってるやんか。うん、ちゃうくて、うん、もうちょい長いねんけど、そもそも。うん、なんか、繰り返し復唱して誓わされんねん。させられんねん。ああ、同じことを言わされる。私がその言いますんで、繰り返して言ってくださいみたいなんで。言葉攻めのシステムや。そう。やめるときも、やめるときも、うん、健やかなるときも、うん、健やかなるときも、愛することを誓います。愛することを誓います。うん、マジで万歳すぎて、そのフォーマットが、うん。なんか片言で言ってるやつを日本語で復唱し直させられるのが。応用できそうやな。その、なんか万歳すぎて、うん、その、相方が誓いますって言った時に、うん、俺、あ、誓ったって言っちゃった。漫才すぎて。あ、そいつ、その漫才コントにコントインしてるかのように相方が。うんうん、相方が、神父と相方を一人二役でコントインしてるかのようになっちゃって、なんか言わなっていう気持ちになっちゃって。ボケる前のアシストみたいな。あ、違った。あ、違った。言っちゃった。漫才やったら、その誓った後に多分めっちゃおもろいボケ来て、めっちゃおもろいツッコミする。すんねんけど、その前の、一回ツッコむみたいな。あ、違うんや。弱の。違うんや。うん。ちょっと乗りながらと。いいな。そう。面白い話やな。うん。あとなんかその、繰り返させられるとき、うん、辞めるときも、健やかなるときもは、全員知ってるから、一回区切らんでもええんちゃうかっていう。辞めるときもで切って、うん、健やかなるときもで切らんでも、切らんでも、覚えれるよと。なんか俺の相方めっちゃ舐められてるやんと思って。辞めるときも、健やかなるときも、もう覚えられへんと思われてるやん。確かに。うん。まあ確かに、でも全員覚えれるようにせなあかんから、短めにな、うん、設定してんのかもな。うん、いや、いい話やな。一番アホに合わせた。そうやな。長さで。うん。100の中で一番覚え弱いやつに。そう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 。いやー、大人やな。よかったね、結婚式。うん。いや、来住ハウスもな、借りるからな。うん。俺らの新居。うん。自賃さえせな。え？メズ？大人はするよな、自賃さえ。いやいやいや。せんよ。神社の宮司さんみたいな人呼んで。建てた時はするけど。その土地のなんか霊を払うみたいなするよな。ですよね。賃貸で住む時はせんよ。あ、せんか。うん。あ、そうか。せんせん。マジ死ぬほど飯やった。でも菓子折り持っていかなかったんちゃう。あー、かもね。うん、うわー。かもね。
あ、みんなで菓子を選んだりとかもしなあかんねや。うん、そばとか。めず。めず。引っ越しそば。めず。オーセンティックに行こうよ。マイケホマめっちゃ良かったよ。いやー、まあまあ見してもらったけど、その綺麗そうやったな、めっちゃ。あ、動画見た？いや、動画見てないけど。あ、物件ね。そうそうそう、動画も撮ったから、うん、ちゃんにもあげるし。いやー、良かったよ。うん、広いしね。そうね、結構14畳ぐらいあるんちゃう。今井に LINE してさ、うん、なんかそれこそコメントとかで、うん、家借りたら今井は嫌がるんちゃうかみたいな、これ先週ラジオで話したかな、まあ、カベスには話してないけど、うん、少なくとも LINE したら、うん、でもオフィスなんか借りたらさ友達っぽくなくならへん、うん、案の定今は心配してて、おお、で俺が、うん、友達同士で秘密基地借りんねんで、こんな楽しいことないやろって話したら、うん、そうかネガティブになってたわ。あいつネガティブっていうことは知ってんねや。気を取り直してた。でその続きの LINE で、うん、でなんかしたいことあるみたいな、うん、カスタマイズしようぜみたいな、うん、DIY しようぜ、世田谷ベースみたいにしようぜ、おお、めっちゃええやん、所ジョージの家みたいに、うん、でも不動産で見たけど、あの DIY ダメでした。え、ああああああ、 DIY ダメ物件。あ、でもなんかそのまあ家具ぐらいやったら本棚作るとかやったらいいんじゃん、うんうん、多分壁塗るとかはちょっとあれやけど、それはあかんけど、うん、それもでも壁紙貼るぐらいはできるし、うん、ラグとか敷きたいね、うん、うん、送ってもらう欲しいものリストでさ、ライジンハウスの備品さ、うわめっちゃしようぜ、のトイレットペーパーとかさ、相席食堂みたいにしていく、水とか、何それ、相席食堂って名シーンをさ貼ってるな、そう、ノルディックオヤジとかさ、確かに書いてたりするやん。でも動画の後ろ今寂しいもんな、うん、壁とか、うん、まあありすぎてもノイズになるからあれけど、なんか可愛くしてきたよね。ほやな、ええやん、うん、楽しみやな、ほんまに。うん。でもこれとかはさ、その家借りてさ、うん、みんなで遊ぶとかはさ、うん、ほんま大人ならなできん遊びというか。うん。その、まあこれってだって、まあ言うたら遊びやん。うん。金は発生してるけど、だって、うん。動画撮って上げてるだけやからさ、うん。正直。で、ライブしてさ、うん。ほぼ、やってること自体はめっちゃ遊びというか、仕事は発生してるけど。うん。だから嬉しいよね。うわ、できることが増えてってるというか。そうやな、うん、いいですね、うん、どんどん何したい来年、なんかやっぱ新しいことに、今年はそれこそさイベンター来週もできたわけやん。そうやな、大喜利やったり漫才やったり、うん、まあ来年も多分するやろうし、うん、でもっとね来週として新しいジャンルというか、ほんまやな、動画はまあねある程度うまくいってて、まあこれからもっと上げてかなあかんけど、まあ更新頻度を高めるのと、うん、まあ、それはなんか継続やん、動画とイベントもな、ラジオとイベントはもう自分らが出えへんイベントもやりたいな、うん、だからそれはもう継続というか、うん、だかもっと新しい柱もうだから何漫画の動画を YouTube に新しいチャンネルを作ってあげてバズるとかでもいいわけよ。はい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 、もうその新規軸、新事業、はいはいはい、来週としての本格とか、ああまあでもいいし、まあでもそれは俺と被るからな、まあ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 、うん、来週のなんか、そうね、なんかほんまもう不動産事業とかちょっと種銭が全くないから、意味分からんけど、うん、うん、そうやな、 TikTok とか、そうね、いやでも TikTok ぐらいじゃそんな弱い弱いボケとして、もっとえぐいのいこうや。ああボケとして、うん、うん、ボケとして本気でやるよ、やったー、本気でやんねんけど、まあでも本気でやるんやったらマジで大学作るとかよ。めっちゃいいやん。うん。本気でやるんやったらな。あ、大学作ろう。うん。来週平成大学。うん。来週平成大学って令和にできたらしい。後々言われる。いやいや、東京ディズニーランドじゃねえんだから。言われる。うん。いや、まあまあ。ツッコミソフトテニス、ポエム、現場の4つを効率的に学べる。あとチアリーディングと、ああ夏海人先生の、うん、チアリーディング講座、チアリーディング学部、うん、チアリーディング学部誰が来んねんお前誰が入んねんお前おい、チャイリアン、チアリーディング部とソフトテニス学部、うん、誰が入んの、土台ベース概論、誰が受けんねんお前
お前、ツッコミ学部と現場学部人気出てまうって、お前。そんな構成にしたら、お前。いや、そら人気やろ。うん、ツッコミと現場はな、ある程度もう職業として成り立ってる。経済学部に入るやつと工学部に入るやつが来てまうって、お前。ツッコミ学部と現場学部に、お前。ほんで、お前、ポエム学部に。学部はえチュアリーディング学部にも来るんちゃう今まで。来るか今まで体育学部とかに。来るか何もならんねん。うん、体育学部に。日体大とかに行きたかったやつ。行ってたやつは、早稲田のスポーツ科学部とかに行くわ。引き続き。そうなのいや、わからん。人気出るかもな、でも。チアを専門で学びたいんだなと思ってるやつが。ソフトテニスと競合してんの。忘れてた。そっか。まず。そっかそっか。ややこしい。そっか。優しさを、優しさを身につけたい人が多分ソフトテニス学部。うん。あとは何やろな。まあ、もう、賞レース開催する？まあ、賞レースはそれもちろんやるんじゃん。今な、M1 準々決勝期間。話しとかんでええの、M1 準々決勝。あと7分あるよ。え？もう話しときたいんちゃうもん。M1?M1 の話。見た？まだそんな見れてないで。俺配信全部見て。あー、マジか。準々決勝。ちょ、見れてないね、配信は。だから、通った人はまず見れてないし。そうか、TVer で見てってるって感じ。そうそうそう、TVer で、あーから順番に見ていってるけど。いや、来た、差つけた。うん。30組分じゃあ来週壁に差つけたんや。今んとこね、いちごが一番面白い。いちご面白いな。めっちゃ面白い。3回戦も面白かったけど。すごいよな。あれほんま声出して笑ったわ。一番最初ぐらいの大ボケに対して、ツッコミが、うん、いっぱい突っ込まなきゃって、めっちゃ使って言ったとこは、ほんま配信やのに声出して笑ったわ。面白いよな。あれほんま結構3日間でも、トータルでも結構トップグラスの。おー、マジ。その瞬間風速。うん。おもろかった。あれ面白い。大仰天面白いよ。3回戦も良かったよ。順々ほんまエグかった。結構、感動したな、俺は。落ちた落ちた。めっちゃ受けたけど。こんなこ、なんか、新しいまでいかへんねんけど、うん、地味に新しいというか。あ、すげえっていう。よかった。まあ、だから賞レース開催するか。R1 グランプリやね。うん来週あんねん。R1 グランプリあんねん。R1 の R は来週からの R。じゃあ、落語版の R1 があるからさ。霜降りが MC してあるからさ。応募条件は、うん、中学からの友達のみ。まあ、高校も OK にしようか。大学はなし。なるほど。中高以降の友達のみ。まあ、霜降りはギリいける。高校時代の。あ、でもそういう、そういうコンセプトライブみたいなのは、やりたいな。あ、面白いかもな。うん。めっちゃいいけどな。俺ほんまにでもそういうノリのなお笑い好きやねん。前も言ったかもしれんけど。うん。それこそ千鳥も高校同級生やし。仲ええなっていうのがわかるよな。うん、そう、面白いね、やっぱ。なんか、一緒に、笑いながら作ったんやろうなっていうのが。あ、そうそうそう。見えると嬉しいよな。仕事っぽくないというか。な。いや、そういう人たちがやってる番組ってやっぱ面白いし。うん。他にない、ほんまにおもろいと思ってんねやろなっていう感じがする。その、なんか良さそうで言ったらやっぱ、黒帯とか。いや、そう。前も話したけど、黒帯も高校の同級生、うん。あ、そうか。そう。まあ、あと、アイロンヘッドとかな。アイロンヘッドな。おもろいよな、アイロンヘッド。順々おもろかったわ。てか俺、アイロンヘッド今年ラストやけど、ほんまめっちゃおもろいねんな。な、面白い。俺もう忘れられへんな、ナポリコン。そう、今年はナポリくん。ナポリくん。ラストイヤーやのに、相方の名前がナポリで、突っ込む前に、ナポリくん。どうしたいの？っていうだけのネタ。突っ込み、大体全部、最後ナポリくん。ナポリくん。そんなしちゃあかんねえ、ナポリくん。なんか、くっそおもろいねんけど、どこで笑っていいかわからん。なんか、どこで笑いのきっかけがずっと面白い。なんか。ほんま、忘れられへん、なんか2、3年前の、アイロンヘッドの準々決勝、それこそネタで、うん、なんか、なんかガンマンに憧れてて、うん、ガンマンがあった、うん、なんかバーみたいなとこに入って、うん、でコイントスであったあったあった表が出たら、うん、なんか決闘するんやっけ、うん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 、なんか表が出たらなんか人生の大事なイベントが起きるのって、うん、めっちゃかっこいいと思うんすよねみたいな振りで、うんうん、でそのアイロンヘッド辻が、うん、バーってガンマンのマイムでなんかバーみたいなとこ入ってって、うん、で、なんかめっちゃ丁寧にコイントスやろうみたいなふりして、うん、くるくるくる、パーン、裏だ。っていうだけの、
散々そのコイントスで表が出たらかっこいいっていう振りをしたのに、うん、裏出るだけっていう。あれ、痺れたな。うん、あれとか。確かに。ああ、あれかっこよかったな、確かに。忘れられへん。あれいいな。綺麗、あの綺麗、うん。うん。かっこいい。あれもな、やっぱ。なんか、あれもでもなんか、同級生っていうそのなんかアットホーム感があるからできる思い切りというか。うんうんうん、うん。ダイアンとかも。ダイアンも高校ちゃう？そうそうそう、滋賀の高校で、うん、そう、うん。西澤が、滋賀の高校、滋賀やっけな、高校時代に、津田と同じ高校で、学校の帰りかなんかにラーメン屋行って、うんうん、あの西澤がラーメンに、あの、ニンニク入れてて、で津田がそれ見て、ニンニク入れてるやん、こいつ。かっこええって言って、憧れたっていうエピソードがあるけど、うんうん、だから、その高校。それやりたいな。うん。でもだから今やっぱ軸がね、うん、SNS、YouTube、うん、でまあ現場のライブ、うん、でまあその配信、うん、でこう決まってるから、うん、新しい軸な欲しい。そうやな、うん、ほんまタレント事務所。まあでもその面白いと賢いを両立するんだ。賢い側に広げていくっていうのはある、ね、確かに今面白いでね広げてってるから、うん、ライブとかは、うんうん、まあ、賢いで言ったらだからほんまそうか YouTube のコンサルするとか分からんけど、うん、編集するとか、うん、がまあ単純なのやと思いつくし、まあ、それこそそうやな。でも面白いでもな別にいろいろあるか、うん、別に企画を商品化することもできるしな、うん、そうどこ、まあ、ライブ化することもできるし何を売るかっていう、うん、そうやねんな。そりゃいくらでもあるな。やっていきたいね。うん、あと最近俺がちょっとやりたいのは、うん、人材紹介の仕事やりたいなって思って、うん、あの理三に入ってて、うん、普通の医者になりたくないのに、うん、何したらいいかわからなくてくすぶってるやつを俺が全員集めて、うん、であの名前リストみたいな作って、うんうん、企業に売りさばくっていう仕事を始めたいなと思ってる今。これ死ぬほど儲かるんちゃうかなって、うん、欲しいだろう。欲しいな理三生の名簿、うん、欲しいな。で理三生もなやっぱおんねんたまにその俺みたいなやつ、うんうんうん、で俺ほど社会的な地位を捨てる、まあ、捨ててないけど、なんなら他の大学の医学部よりも医者になりたいと思ってへんやつ多いんちゃう。いや多いと思う。やっぱだって能力に偏りすぎるから。医学部っていうことにプラスして日本で一番偏差値が高いっていうさ、そうどっちかというとそっちがメインの価値やん。もうわざわざ医学部っていうことよりも取りに行ってるからな、うん、まあ医学部は他で大体可能ですからね。だからリスク取らんくても、うん、そうそうそう、そのリスクを取って日本一の称号を取りに行った男たち、そう女たち、そうやから、いやそうなんよ、うん、始めたいそういうのも、うん、なんかそれは結構ある気がする。なんか来週とかベテランとかの視聴者は優秀な人結構多いから、うん、そういうなんかそれこそなんか週案件とかでもたまにあるのはその就職してくれる人を増やしたいから案件振るとかもちょいちょい聞くし、うんうん、そういう人材系ももしかしたら熱いかもしれないです、うんうんうん うん、いいですね。まあなんせ大人やからな、うん、儲けていこう、うん、ビジネス、うんうん、でもこんなん言ってたらまた今井が怒っちゃうからまあ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 、でもビジネスをやる分にはいいんちゃう。別に動画がビジネスにならへんかったらええんちゃうのやつは。まあそうね、別でやってる分にはな、うん、いや、うん、まあでもいつか俺がジョブズみたいに追い出されるんやろうな来週泣いてそしたら俺が水侍を作って戦うから、うん、ピクサーを作ったようにジョブズが、え株主総会でさ、うん、俺が選挙の運動員をトアに追い出された時みたいにさ、いやじゃあ追い出されてないね。最後にさトア従わざるを得なかっただけやん。最後に俺とカベスがもし揉めたらさ、うん、トアがいやもうトマさんが悪いですトマさんがやめてください、うん、そう予想してるよ。よなるかもしれない、うん、まあ頑張っていきましょう。えい、はい、あざした。えい、お疲れ。